ゼルダの伝説シリーズマスターソードマスターソードはニンテンドーが発売しているコンピュータゲームゼルダの伝説シリーズに登場する架空の剣。ゼルダの伝説シリーズの主要な舞台となるハイラル王国に古来より伝わる剣。魔を封じる力を持つことから大魔の剣とも呼ばれる。扱えるのは勇者のみで悪しきものは触れることさえできない。物語の中では 主人公のリンクが手にすることになる。日本におけるシリーズ第3作目、ゼルダの伝説神々のトライホースで初めて登場して以降、各作品で物語に深く関わる重要な役割を担い、シリーズの時系列で最も昔の時代にあたる作品、ゼルダの伝説、スカイワードソードではマスターソード誕生の経緯について明かされている。一方、 ハイラル王国以外が舞台となる作品などでは登場しないこともある。聖域や神殿内部に作られた台座に突き立てられた状態で安置されていることが多い。リンクが台座からマスターソードを抜く重要な場面ではシリーズを通して同じメロディが用いられている。作品ごとに多少の差異はあるが鳥が翼を広げたような形の翼とその中央にはめ込まれたひし形の飾り。 剣身の根元のやや幅が広い部分に刻印された王国の秘宝、トライホースの文様といったデザインはほぼ共通している。ただし、ゼルダの伝説風のタクトなどでは、大麻の力が備わっていない状態の時に、前述のデザインとは異なる形状をしている。一部作品では、リンクの体力が満タンの時に、剣先からビームを発射できる。ゼルダの伝説、スカイウォードソードでは、 髪型に掲げて力を貯めた後に振り下ろすことで、スカイウォードと呼ばれる光を放つことができる。発売順に記載。一色、リメイク作品やクロスオーバー作品は除く。以下の記述に登場する主人公リンクと主に、ハイラル王国の王女として登場する女性ゼルダは、名前は同じでも、作品ごとに別の存在。リンクが、 ゼルダの伝説シリーズ以外のゲームソフトに登場する際には標準装備としてマスターソードを所持していることが多い。またリンクが登場しない作品でもアイテムの一種として用いられることがある。詳しくはリンクゼルダの伝説シリーズ以外の出演作品を参照。一部シリーズ作品のタイトルロゴにはマスターソードが描かれているものがある。書質は ゼルダの伝説神々のトライフォースの日本国外版、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ、エイリンク・ツー・ザ・パストのゲーム内、タイトル画面で、タイトルの Z の文字を、マスター・ソードが、上部から貫いている。なお、パッケージのロゴでは別の剣が用いられている。また、後に発売された、移植版、ゼルダの伝説神々のトライフォース &4 つの剣のタイトル画面では、 日本版においても日本国外版と同様のロゴが使用されている。日本版の書質はゼルダの伝説時のオカリナでタイトル英語表記部分の Z の背後に剣の握り部分を右上にしたマスターソードが斜めに重なっている。リメイク版のゼルダの伝説時のオカリナ 3D のロゴも同様のものを用いている。ゼルダム双とその移植版、ゼルダム双ハイラルオールスターズ。 ゼルダ無双ハイラルオールスターズデラックスでは無双の文字の背後に剣の握り部分を左側にした状態で横向きに描写され剣身には作中でリンクが首元にいわゆる青色のマフラーが巻きついている。日本国外版のハイラルウォリアーズハイラルウォリアーズレジェンズハイラルウォリアーズディフィニティブエディションではウォリアーズの文字の背後に同様の描写がなされている。 ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドの欧米版、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドでは、献身の錆びた、マスター・ソードが、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ、エイリンク・ツー・ザ・パストのロゴと同様に、Z の文字を貫いている。E32004 で、マスター・ソードを手に持ち登壇する、宮本茂。ありがとうございます。